ということでやってまいりました。毎度のご機嫌な番組、山田のヤングサンデー。本日が、なんと放送開始より、まるっと10周年です。おめでとうございます。皆様のおかげでここまでやってまいりました。本当にね。いや、今日は、もうパーティーというか、感謝祭ということで、ヤンさんにはもう欠かせないお二人に来ていただきました。まずは漫画家、ダロメオンくんです。ダロメオンです。そして今日は、久しぶりにコスプレで登場の、森高千里とストレスバージョンの伊沢恵美子さんです。お願いします。ありがとうございます。よだれ出ちゃった。私のリクエストを心よく聞いていただいて、はい、そんな感じで賑やかにね、お盛り上がってるなと思うんですけれども、はい、本当にね、もう、はい、あの初回放送から見てる方もいらっしゃると思いますし、はい、昨日から先週から、なんなら萩原さんの時から、まあ、見ていただく方もいっぱいいると思うんですけども、うん、今日はこのヤンさん10周年、うん、この10年間のクロニクルを、うん、まあ、時代とか、うん、そういうのをヤンさん史を中心にして、うん、リンさんに語っていただきつつ、うん、ワイワイやろうかなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、ダロ君はあれだよね、もう初回から見てくれてる、はい、初回から見て、あのプレミアム会員、わすごい来た来た、オリジナル30の一人、オリジナル30の一人、安藤さんの一人っていうことでその前10年間ぐらい俺ともう仕事してるんで、一番ね、あれだもんね、キャリアの長いね、プレビューというか、あのプレビュープレビューがずっとパイロット版、パイロット版をそうそうそう、スタジオでお客3人ぐらいしかいないやつ、あそうそうもう10年ぐらいお客いたの、ね、ずっとアシスタントに向けてそれはお客じゃないじゃん配信してましたよね。はい、やってましたね。いやー、ほんといろいろありました。ありましたっていうか、もうありすぎて、ちょっと今日どうなってしまうんだ。いや、今日はちょっとやばいぞ。やばいですか。だって1年間語るんじゃないんだもん。10年だもん。10年ですからね。ああ、いくつでしたらいいですか。別人だよ。え、あ、だから48歳だよ。48。だから40、今日はね、48歳崖っぷちの漫画家がここまで来たって話だから。俺なんか32でしたからね。そう。だから青春が終わるっつってふざけたことございません。そうなのよ。そう。しむちゃんいくつだっけ？僕37なんです。あらららららら。伊沢さんには聞かないで。ありがとう。ダロ君はいくつでした？10年前に。そう。つまり今41なんで31ですね。おー。うん、だから、ね、皆さんどうでしたか？ダロメオンはね、調子乗り始めた頃なんだよ。調子乗り始まってたし、その、だから、アシュラが始まってた。その前のケチャップ、うん、ケチャップ忍者の時は結構ヒーヒー言ってたんだけど、うん、その後グッと良くなってから今や国民的作家ですからね。メンタル的にはもっとヒーヒー言ってただよな。だよな。週刊連載だし。だよね。そうだよね。ずっとね、今も休みなくずっと休みなく書き続けて。ギネス記録に挑戦。そうですね。だから僕今あの初めて山田さんに会った時の山田さんより。そうね。年が上行ってしまったっていう。あ、そうだね。え、どういうことどういうこと。レイジさんに初めて会った時のレイジさんより年は、うん、確か39ぐらいだったと思うんですよ。そう、まだ30代。そう。で、こいつ19歳だからね。うん、えだから19歳で大学1年生でうち来てるから。あら。そっからの付き合いだから。そう。まあ、ここまで来るとは思わなかったね。ああ、なおにハリウッド行っちゃってんの。どうしたって。こんな未来が来るとはね、わかんないもんですよね。だけど一方山田レイジはどうだったのかっていうと、まあその、もう地獄の中にいたわけですよ、ヤンさん始まる頃に、うん、その辺の話から、だから48歳再挑戦っていうか新しいこと始めましたっていうのは48歳からなんで、そこからの地獄の日々からのスタートでちょっとじゃあお話をして、はい、そこからヤンさん始まって何が起こってったのかっていうのをちょっと見てもらいたい。だから多分ね、俺は今日はね、あれなの、なんかもうこの年だからもう新しいこと始めるの無理じゃねえとかって思ってる人に向けてやりますから、あとはヤンさんをずっと見てるくれた人たちと共にお祝いしたいっていう感じでやりたいと思いますんで、はい、はい、それじゃあケンちゃんこっちの方に、切り替えてもらっていいですかね。はい、じゃあまず黎明期の話からちょっと始まる前から行くのこれ大丈夫と思います。ざっくりです。これはね、あんまり尺取らないです。ああ、ざっくりです。なんでかっつうとね、これなんでヤンさん始まったかっていうとね、ヤングサンデーがリーマンショックで飛ぶんですよ。あ、リーマンショックが。そう。だ2008年にヤングサンデーっていう、俺が20歳の時からずっと創刊号から載ってた、23年間ずっと俺がヤンサンデー書いてたわけだよ。はい。俺のヤンさんだったんだよ。はいはい。小学館、なんかしらスペリオールを残してヤンさんを消したんだ。うん。そのあたりから始まるわけです。これだから休刊号です。うん、あら。休刊号のラインナップちょっと見てください。すごいんです。ドクターコトーから、陰陽もいるし、クロサギもあるし、みたいな。すごいメンツなんです。あ、青い炎。はい。で、青い炎もある。で、島本さんが、
俺の、ちょい上のとこが、まあ、俺漫談ぐらいいますよね、これね。はい。だし、菊里さんはもちろんずっと書いてる。菊里さんとか富樫さんは俺と一緒で、その創刊部からずっと書いてるんですけど、でもすごいでしょ、このメンバー。はい。で、これが雑誌なくなるんで散るんですよ。で、その時に、もう編集部が一丸となってヤンさんを守ろうとしたの。うん、小学館の。熱かった。作家陣もそうだった。うんうん、それで負けたわけだから、その気持ちをどうすんだって思ってたわけ俺は。はい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 。でここで復活ですよ。勝手に二次創作。いやだからヤングサンデー、二次創作じゃねえ、ヤングサンデーといえば野望をね、だからそのサブカル界隈では、うん、一番とんがってたし自由だったし面白かったんだヤンさんって、うん、なのに何小学館どうしたみたいな。だからその場所をウェブでやるぞっていうようなことがあったっていうのがリーマンショック1個で、この時俺絶望に効く薬が終わるんで、こっからもう大変なことになります。でその後すぐにココナッツピリオドっていうのをスピリッツで行くんですけど、はい、もう完全に惨敗します。これドラと一緒にやってますけどね、うん、ダラメンと一緒にやったんだけど、うん、3巻で打ち切られて、はい、もうそこでもう地獄が始まるわけですけど、はい、そんな地獄の中で、はい、ふっと出会ったミュージシャンが2010年、はい、グルーミーってアルバムを聞いちゃうわけですよ。でここで毛皮のマリーズっていうやつがいるらしいっていうのがあって、でその時絶訳はフラッシュで続けてたんで、それでこう島良平に会いに行くと。で島良平と散々喋った後に、僕の友達でおっくんっていう人がいるんですけど、その人の、がどうしてもレイジさんに言いたいことがあるって言って、お前から果たし状を受けるわけだよね。そうですね。これが、2011年なんですよ。これですね、この時の、奥田さんです。奥野さんはこの時ただの素人さんなんですが、うん、島良平のラジオにゲストで出てるんです。でゲストで昭和のラジオでしょ。これはね JWAVE です。で JWAVE に奥野さんがただ僕の友達やけどねっていう感じで出てたんです、うん、でその時に、ね、奥野さんがマリーズ解散せって言って、まあ、マリーズをね解散させますけどね、あなたはね。俺じゃないよ。あなた本当にもうだからもうすごかった。マリーズ大人気なのに、うん、もう解散せって言って、うん、で、そのおっくんからレイさん最近何やってんすかっていうきついメールをいただきまして、そうなんです。それでもうお前は作家として終わってんぞみたいな、そういうきついやつをもらいまして、こいつ面白いな。まあいいよもう。こいつ面白いなと思って。歴史がいつか証明してくれる。いやいや、うん、あの時のお前はなんつうの、保存しとけばよかったな、あのメールな。いやいやいや、あでそれを良平が転送してくれてみたいな感じで、うん、まあ出会うわけですよね、うん、それで、まあ、こいつ面白いなと思って、ほんで、まあ、まあ飲み会みたいなことが始まるわけですけどね。そうですね、はい、それで、すぐに、あ2011年ですね。でだから震災直前で、震災直前でしたね、うんうん、で震災が来て大騒ぎになって、うん、震災の年の夏ぐらいにアリエネが始まりました。だからここでスピリッツでもう一回復活するんですけど、うん、頑張ったんですけど、うん、はい、終了っていう。最後はもうゲスピに移されて息をその延命してたんですが、終わりになるっていうことで2013年崖っぷち状態で、この時はもう銀座水曜会っていうのをやってて、俺と奥君としみちゃんと、良平と島良平と一緒に、まあ、毎月銀座 で、ね、いろんな人呼んで東銀座のデニーズに集まって、もう今はなきあの東銀座のデニーズ、ね、なくなっちゃいましたね。いい年こいて、ね、なコーヒーおかわり無料だから、な両平にコーヒーばっかりなんですか。両平がワインでベロベロになってね、明け方までくだらない話をするっていうのをずっとやってたっていうのは、これがヤンさんの母体になるわけです、うん、でその時に話してて、俺らの話めっちゃ面白くないみたいな調子に乗ってたんですね、うんうん、これ金取れるでみたいなことまで言うか、もうそんなこんな言ってたが48歳崖っぷち漫画家だったんですよ僕、うん、そんな、そしてそんな2014年ですね、はい、だからこのだから崖っぷち漫画家だった俺が、ヤンさん始める2014年、まずどんな年だったかって話をします。はい、まあ、墜落、日本はもうまさに墜落し、まあ、墜落が始まってますね。だからもうどん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 悪くなってきて、政府が暴走してっていう状態が本格始動する時期なんですけど、アニメで言うと、アナ雪が大ヒットしてたりとか、うん、いい友が終わるっていう。うん、つまり、その、なんか一つテレビっていうのが終わろうとしている時期だった。はいはい、っていうのと、消費税 8% になって、いよいよ不穏な感じになってくんなっていう。だから、まあ、震災後にずるずると、まあ、その自民党が政権復活してからやばい空気になり始めた頃に、
まあ、今に続いてますけどね、っていうような時代だったわけなんですよね。そして俺はその時に何をしてたかっていうと、カッキーが、柿内さんね、柿内さん、うん、まあ、天才編集者、うん、で彼とは秘蔵の才能っていうので一回組んでますからね、うん、それがケークスっていう新しい、うん、あの後にノートになりますけど、加藤君と、組んでて、それで新しいプロジェクトがあると、ケークスっていうウェブサイトがあるから、そこでなんか漫画連載しませんかって言ってくれて始まったのが、モテない女が罪であるって、これになる、はいはいはい、男子更衣室っていう、まあ、あ、じゃあモテない女が罪であるが始まるんです、まず。でこれが、ウェブで始まると。でこれが後に本になるんですけど、でここでですね、あの、まあ、重要なことが起こるんですよ。ここで、あの、女子は本当はモテるはずなのに自分でモテなくしてるぞと、はい、ここが問題だから、ここ直せば、うんうん、全然モテるようになっちゃうのに何してんだって漫画なんですよね、うん、でそこで いろんなことを書いてる中に、たまたまそのこれを連載してる時に岡田斗司夫の、はい、岡田斗司夫全部見てた、はい、そしたら岡田さんが俺と同じこと言ってた。ほう。でこれ俺書いたじゃん、うん、岡田さん今週この放送で言ってると、うん、これなんか微妙だけど、なんか俺パクった感じになるなと思ってツイートしたんです、うん、俺、あの、すいませんつって、かぶってみたいですよねつって。それまだ全く面識ない。いやいや、そんなことない。岡田さんはもう一緒にな、漫画やわ見ててな。いや、そうです、そう、視聴者ってこと。え、漫画やわ見てて視聴者だったら、視聴者じゃん、それ、うん、視聴者だったんだけど、この漫画やわの中で一番面白かったのが岡田さんだから、絶望に効く薬で会いに行った、はい、だから絶望に効く薬で岡田さん家行って、岡田さんとそこで仲良くなって、はい、で岡田さんと個人的にご飯食べに行くような関係になってた。もう友達じゃん。友達じゃん。あそこから友達なんですけど、はいはいはい、岡田さんと。岡田さんとも10人。2人しかいない友達のうちの1人になった。岡田さんあの時ね。あの時になった、うん。それで、岡田さん、それで、でも、だいぶ会ってなかった、しばらく。はい。そしたら、この一件があったから、岡田さん、そのツイートしたら、岡田さんそれ見つけてくれて、じゃあ来るって言ったの。うちの番組。で、俺とこ来ないかみたいな。そうそうそう。あ、喋る、じゃあ話そうよそれをみたいな感じで軽く書いてたの。はい。ほいで、あ、いいっすよっつったら、え、どれに出たいっつったの。どれに出たい。そう。だから岡田さんその時も帝王だから、うん、いろんなチャンネルやってるわけや。すごい。だから、え、どこでもいいっすよっつって、え、じゃあ、あの、ゼミ来るって言って、何にも知らないで岡田斗司夫チャンネルにいきなり出る、これです。はい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 、はい、これが、あの、初めてネット初登場。あ、調子に乗ってんなで奥野さん、はい、その時の服です、これ。あら、ちょっと色が全然発色違う。これ、これちょサムネちょっと違うんだけど、でも俺がその乗り込んだ時ので、こんな感じですよ、こんな感じ。まあチャラい、ちょめちょめちょめの往年の山城慎吾は、山城慎吾的な。そう、そんでなんだこのチャラいやつはってなった、はいはいはい、俺はネットそんなに知らないし、うん、その全然何も知らなかった、うん、何が起こってるかよく分かんない、うん、ただ岡田さんに会いに行ったんだよ、はい、そしたらめっちゃ盛り上がって、うん、岡田さんが「やればいいじゃん自分も」っつって「言うやっちゃえなよ、うん、そう、うん、山さんもやんなよ」って言って「はい、あ、やります」っつってすぐやることにして、あ、すごい、それでお前に声かけて「そう水曜会」みたいなやつやろうぜみたいな感じになったっていうのが、まあ、これがだからヤングサンデー誕生のですね、はい、きっかけになったって。そっからだってカメラ見れないからちょっと助けてくれって言うんだよカメラを真正面、もう今やね、うん、ディスカバリーもやってるし、うん、正面からいけるけど、うん、初期は本当にもうなんかなんで こんな感じで、うん、配信するんじゃねえよと。カメラの下になんか女の子座ってもらったことあった、ね、あったあっただからカメラに向かって喋ってると気持ち悪いんだよ、うん、誰もいないのに、うん、誰もいない空間にあーってやってんのが、うん、何してんだ俺っていう、もう一人だから本当にそれずっと苦しむ、何年間も5年間ぐらいもう一人の俺がいて、うん、お前何してんのってあ、じゃあそれ解放された時があったんですね。ある。それはじゃあ後々、後々、はい、だからその歴史なんだよ、うん、だからなんかずっと気持ち悪いな、何バカなことしてんの、いい年し何やってんのっていう恥ずかしさがある だ,、はい、だけどこれ岡田さんと喋ってるから、うんうんうん、で目の前にお客さんいるんだよ、うん、だから全然関係ない、それをたまたま配信されてる分には構わないんだけど、何 なんだこれっていうのが、まあ、ずっとあったわけですよね、うん、それ で,、でまあ、これですね、モテない女が罪であるっていうのと、あともう一つこれあの、がこれが終わった時ですね。でこれが終わるんですけど、その時、あと、アムっていうとこで
男子更衣室っていう、これありましたね、女性のための、うん、あの恋愛相談って、これがあの後のバグラビにつながっていくんですけど、そうですね、っていうのはまあ同時にやってて、この状態の中で、うん、だからもう方法の手、漫画家としてはこれ終わっちゃうし、まあそのモテない女の罪である、これがまあ面白いのに跳ねない面白いように跳ねない、いやこれね本当、うん、今俺ラノベめっちゃあの、うん、調べてるんですけど、うん、これのこの想定じゃダメですよ、ダメだよでね、これねナルセみたいにしないと、いや本当にこの時俺知らないとこでこの想定されてるあら、だチェックないの、こんなビビッとな、でもう出来上がったもの送られてきて見たの、うんうん、それはねぶち切れるよね、さすがにね、あらぶち切れて、いやだからその乗り込んだ、そういうことはしませんよたけしみたいに、でも聞いてないぞっていうやつなの、うん、聞いてないよと、だからこれこういう時って本当にどうすんだい何でしょこういう時は本当にね良くない時ってね、本当にチームとしても良くない、うん、全部の流れが悪かった本当に、だただただただこれサードマンとして岡田さんが現れてくれたことで救世主だったのと、毛皮のマリーズに繋がってたことで俺喋ってたんだよ、だから漫画家って喋んなくなるから、ずっと喋りの稽古というか練習を、なんとかな、もうウォーミングアップできてたんで何年間か、でしみちゃんもいたし、そうかそうか、だから面白話はできるようになってたってところはあんだよね、いやこれしみちゃんがいたのはでかいんですよ、しみちゃん何も分かってないから、しみちゃんに伝わるように、でここの中だけのコンセンサスじゃないよっていう練習は確かにあの時できてましたよね、そう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 、だそんな準備ができてたってところで、なんかこういうことやりたかったんだよ俺は、うんうんうん、だけどその何スタッフもどうしたらいいか分かんないし、そうですね、どうやって配信準備分かんない、そしたら全部岡田さんが全部やってた、そのスタッフを回ること、岡田さんのスタッフが全部やってくれる、はい、優しいんだみんな、優しいですねそう、あとはここへ来て山田さん好きなように喋ってください、はい、それでいいのみたいなっていうことで始められたのが、これが2014年の10月10年前ですよっていうことですね、はい、それで、まあ、こんな感じで始まるわけですよね、うん、そしてですね奥野さん、はい、俺これこの画像が残ってたのが面白くて、どうでしょう、これ1回目のニコ生面白かったっていうツイートを、うん、この夢するみ後に会うことになりますが、ゴルパンの初期のメンバーですよね、はい、が面白すぎるって言ってくれたツイートが嬉しかったんですね、これね、保存してんの、保存してましたねかわいいスクショしてる俺それくらいお見てるやついるっていうくらいだって届いた本当にいなかったからな、まあ、あの同説出るけどさ、うん、あんま気にしなかったけどね、うん、でも、まあ、最初本当ダロ君とかの、その30人しか会員いなくて、うんうん、そんな感じだね、これってどうすんだみたいな、うん、で、まあ、それを考え、まあ、考えてもしょうがないなみたいなさ、うん、であともともと俺 B バージンでこういうシーン出てくるんですよ、んなんていうの、モテないやつに向かって、うん、こうすればやれるぞみたいなことを言うっていう主人公っていう、バブル世代だね、チャラいですよね、ホイチョイレイジが、はいはい、でだからこういうことを俺は大学時代からやってたんです、はいはい、だからなんかそのみんなの前で適当なこと言う講義みたいなのがもともと好きだったっていうか得意だったんだよね、だから盛り上げるのも、まあ、そのとまあ慣れてたっていうのはありますよね、それ で、うん、でこの頃あれです、あの岡田さんと一緒に、イベントトークイベントとかやったりとかね、はいはいはい、これっていうようなことやったりなんかしながら、うん、ヤンさんずるずる始まってって一つのターニングポイントがこれです、島良平登場、うん、だ割と早い時期に良平が来てくれました、これがまたチャラ いこの奥野さんの奥野さんのところ、これね見どころはね奥野さんの真顔ですえこれ AI じゃない、いやそうよ、ちょっと変だよ、 CG みたいよ、しかもこの時良平は歌ってくれてんだよね、生歌でね、ビューティフルとかね歌ってくれてね、そうなんですよ、しかもその時の良平のツイートもスクショしてましたこれちゃんと写真まで撮ってくれて、あいつは本当にいいやつだな、良平がちょっとキモいよこの時の奥野さんどういうことなんですかね、これね、え、なになに、どういうね、その時のね、うん、これどんな感じだったんですか、この時はどんな感じ、始まった時の、うん、え、ヤンさんが始まった時、うん、いや、なんか、まあ、盛り上がればいいなってしれっと、しれっと、しれっとね、しれっと、そしてですね、こんな画像も見つけてしまいました、何でしょう、後に、毛皮のマリツ解散してドレス構図になりますよね、ドレス構図の、まあ、アルバムが出ます、はい、ワンアルバム出ますよね、その時の、なんでしょう、
店頭の、うん、あるじゃん、店頭でバーって飾るじゃないですか、うん、その時のモニターにですね、はい、我々も出てくるんです。でこの時にあの、まあ、押してる名前で立ててください。これ見てください。何これ、銀座水曜会主催でなんか奥野望って名前であなたここでどさくさに紛れてドレスコーズの反則に参加してます。やば、え、俺こんなのしたことないんだけど。いや、やってます。やる、やあなたは覚えてないですけど、うん、やってんです。俺見たもんこれ。いや見たけど、え、これ俺が言ってたの、うん、え、そうですよ。俺やってないよこれ。いや、あなた勝手にやってるでしょ。いやいや、あなたやりました。あ、そう、いろいろ10年前なんでね、忘れてるかもしれないですけどね。はい、はい、まあまあ、そしてですね、僕の方からの画像 で初年度最後の画像はこちら。いや、もうこれに苦しんだんですよ。アンケです。あアンケで面白く面白くないか、まあまあ良かったとか普通だったとか、これが毎回毎回その放送の後でこれアンケート取るんだよね。俺はね、楽しかったですけどね。吐きそうだって毎回毎回、もうこう完璧だって思ってるのに、うん、なんでつまんないって言ってるやつがいいのみたいなさ。いや、でもうちの番組めちゃめちゃ平均値高かった。いや、高かった、うん、で高いと、うん、あれを超えなきゃいけないと次のプレッシャー来るわけですよ、うんうん、だからえ、あん時より良くないのみたいな、うん、だそういうことで毎度毎度これに苦しめられるんですよね。だけどこれ見てください、はい、スクショしてある、あ、写真撮ってるってことはめっちゃ良かった時ね。そう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 、これは多分嬉しかったんだ。嬉しくてついつい94.9% モニターの写真を撮るっていうくらいの、こんな感じの初年度が始まるわけですけど、奥野さん、はい、どんな内容だったか、じゃあちょっと 見せてもらっていいですか。あ、わかりました。はい、じゃあ初年度ね、まず初年度、このまあ山さん、聖戦ルテンクロニクル 10年間激動の、ちょっと行きましょうかね、はい、まずは始まりの2014年、うん、これ間違ってましたけど、まさに今日28日なんですけど、9月の丸々 10年経って同じ日に放送しております、はいはい、で第1回はメンヘラブートキャンプ始動。いや、もう大体メンヘラブートキャンプっていうので放送やろうっていうのが頭おかしいよね、うん、なんだメンヘラブートキャンプって、それですぐにメンヘラって言葉よくないですよって言われて止められるっていう。そうなのよ、これあのぶち上げた割にはすぐ終わるってやってないから、ほぼやってないですから。あのビリーズブートキャンプ流行ったんだ。流行ってましたそれで、うん、何でもブートキャンプにすればいいと思うじゃん。で、まあ主な出来事とゲストとあと神回を選んできたんですけど、それ14年はそんな少ないので、はい、あのそもそもそうね、あの14年、ね、あの2ヶ月ちょっとだ、うん、まずこういうことが起こりました。まず初めてのラピュタからシミちゃんが本格参戦、うんうん、最初ね、シミちゃんは後ろになんとなく映り込んでいる、そう、あのカフェスタイルで、ね、カフェスタイルでお客さんみたいな感じで後ろでなんかあのお茶してますみたいな、お客さんいるよねみたいな感じにしたの。そうような、そのなんか小肉演出を俺がやっててで、ラピュタの時にあのシミちゃんがあれだったんだよね、そのラピュタ一番好きだって言うから、じゃあシミちゃんにっていうことで3人で、割とメインというか、まあ、そこからシミちゃんが本格的に参加します。5回目か、5回目ですね、うん、まあ、それまではそのなんかとりあえずね、序盤っていうか始まったばっかだからみんなが見やすいやつってことで、あの黒子のバスケとか大失敗、まあ、そのまずここの時点で進撃の巨人解説やってるんですよ。進撃の巨人解説、そう、あのあれはアメリカ安保だじゃないかと、あのボールマリアはみたいなことを言ってましたね。あ、でもあれはね、採点で実は、うんうん、そう。で、まあその、うん、黒子のバスケ8黒、うん、8黒回なんか特にあの8黒回何回目だっけ、あれ3回目か2回目で大クラッシュ、あれ、あ、違う、大クラッシュっていうのはレイさんがいきなり最初は全球凍結の話から始めた、地球の、 あれは良かったあれは出るあれは良かった、そう、だからそれがあったから、その後8黒か黒子かどっちか忘れたけど、8黒は全然話す時間が押しちゃっていや8黒の時俺が覚えてるのは、うん、めちゃめちゃこうじゃ準備してフリーズしたやつね、うん、そうでそれでスケブで書いてて、うんうん、もうガンガン行く感じだったんだけど、うん、止まったんだよね、はい、あれで、あの、あ、ダメだってなってフリーズして先行けなくなっちゃった。そうなんですよ、あれさ、最初の頃さ、本当にさ、いつ止まるか分かんなかった自分が我に帰るっていう。でもニコ生っぽいじゃんそれも、うん、えでそれで終わって、放送時間おしまいです、さよならじゃなくて、はい、あの後も延々ある時間が続けられちゃうわけだよ、まあね、もうおしまいだ、失敗した、最悪だ、準備したのにって言ってるけど、その後全然やり返す時間あるのね、うん、こう分かってない、俺がそれが分かってないですね、一発勝負だって思ってるから、うんうんうん、なんかつまずいたらもうおしまいだみたいになってたのが8黒回ぐらい、ね、うんうん、そう、そんな感じで、しょっちゅうやっぱり混乱しながらやってて、で岡田さんが第6回第7回、この3回は結構ね、あのガンガンガンと慣れてきたっていうのはありましたよね。あ、岡田さん、岡田さんでもなんかすごいこう、あ、こんな感じで、うん、ずっと岡田さんが喋ってくれるから、うん、
岡田さんのね、だからこれご祝儀登場はね本当に助かった。だけどね、わざと遅刻してくるしね、そうね、やってくれたよ。だから岡田斗司夫がいかにゲストの時自由にやりたいかっていうのがすごい見えてて、もう面白くて、であと一番面白かったのがお前が超ビビってんだよそりゃそうよ。もうさ、誰に会ってもふてぶてしくいけんのにさ、岡田さんはさ、ほんと天敵だよなお前。天敵っていうかね、ほら、どっちかっていうとこのなんていうのかな、そのヤンキー気質みたいなのもあるから、うん、マイルドヤンキーだからオタクの帝王になっちゃってな。だからそうなると、うん、何も言えないんですよね、生半可な知識がないから、うんうん、全部叩き潰されるから、うんうん、じゃあもうニコニコしてよ、うん、あれはねちょっと見どころでしたね。本当ね、一番そばで聞けてすごい光栄なことで、あと、まあ、岡田さん普段喋んないのことも喋ってくれて、うん、よかったねこの時。まあでもこの岡田さんが後にね、大変な事件を起こされて、まあ、我々も火の粉がこれがですね、うん、だけどそれはもう今日は言いません。いや、この翌年だよ。そうです。だから俺たち始まってすぐにバーって大炎上に巻き込まれて、うんうん、あれを利用できないんだよ素人だから、うん、今だったら大チャンスなのに本当にダサかったな。別にダサくはないよ。そっとしたことは関係ないもん。本当にダサかったわ。本当に何の理由もできなかった。で、第7回で島ちゃんが来て、うん、なんかここら辺で落ち着いたかなということで、うん、で、もうこれ、この時って、実は隔週放送なんですよ。そうだな。だから2週間に1回だったから、ポンポンポンと行って、うん、もうこれで年末です。うん、はい、年末、第8回、年末総会で、ダルマヤの先生登場。早いね。初年度からも出てんだ。でここでいいともが終わるという話とかいろいろやってましたんで。だから振り返り、年末振り返りはもうドラずっとだね。毎年。もう毎年恒例のダロ君が来て、ダロ君が今年面白かったコンテンツとか発表したりとか、そういうので、うん、どうなのどうなのって言ってやってきました。やばいな、本当にな。すごい長いね。何が？いやだからその前10年間一緒にいるから、うん、もう二十何年なんだと思って。いや、はあ、はあじゃん。今、いやー長いなー。いやー本当に。という感じで2015年いきますか、うん、このまま。うんうんうん。2015年このまま俺が行きますか。そっち。いやいやこっち行こう。じゃあ戻して。はい。はい、じゃあ、僕の方からじゃあ、2015年何があったかっていうとね、これまあ時代的なやつね。俺たちは2015年正月、はい、大変なパニックから始まりますけど。そうですね。大炎上から、うん、巻き込むとか始まりますけど、まあ2015年なかなかえぐいです。だから安全保障関連で、はい、大騒ぎがあって、はい、なんとその原発も再稼働するって信じられない、うんうん、わずか4年でっていうね。あと TPP 問題と辺野古の問題もこの、うんうん、この時にガッと、まあ、だから本当に時代はどんどん悪くなりますよね。で1個マッドマックスフューリーロード大ヒット、これは2015年なので、まあ、ここはなんかちょっと一つなんか映画の何かこう線引かれたなっていうふうに俺は思ってましたね。あのマッドマックス出てきた時で、おそ松さんっていうのと、あと何といってもワンパンマンモブサイコ大ヒットしておりましたね、はい、でそれで俺はですね、崖っぷち漫画家は何してるかっていうとですね、しみちゃんとねすっげえ覚えてるのが、はい、上野公園でなんかダラダラと喋ってる時に、メンヘラーブートキャンプ失敗したけど、メンヘラーを直すブラックジャックの話ってよくないって話してた、覚えてます？その時にしみちゃんが、先生それすごいいいですねっつって俺調子に乗っちゃったんだよ。で、だよね、それ絶対いけるよねなんつってスーパースーパーブルーハーツ。で、これはその両兵の曲でスーパースーパーサッドっていうのがあったんで、スーパースーパーブルーハーツっていうので、これがね、単行本になるわけですよ、これ。これですね。これをやるんですよ、これ、これね。これが売れない。まあ、売れない。でせっかくだからその担当が頑張ってくれたんだけど、もう全然ダメだっていうのがこの年ですね、はい。あと、まあ、ブルーハーツ頑張って書いてたんですけど、これ覚えてますか、清水さん。覚えてますよ。これはね、初期の人たちはね、これね、懐かしいと思いますね。これ清水さんのデザインされた。そうですね。何ですか、これは。これ番組の企画でなんかゆるキャラみたいなのを書こうぜって言って、はいはい、なんか僕がなんか適当に書いたワンパンパンとかっていうキャラクターをファミリーの方がさらにこれを作ってくれたっていう感じでしたね。僕は概要紙にフリップに書いただけだったんですけど、なんかこのファンの人がプラスアルファでこういうことしてくれたっていう、はい、当時の、放送の様子こちらダン。まあ楽しそう
この感じ。最初のうちはこの座組でやってましたね。で、清水さんはちょっと後ろにいて、みたいな感じで、はいはい、みたいな感じで。で、そして、時の人、ワンパンマン、ワン君、早速現れます。でこれ、超人気作家を無駄遣いするので、ここから、まあ、始まるわけですね。この時に、はい、確か、その、ゲストが話を聞く番組という、そうです。そうです。いや、今、あんまりワン君顔出してないから。あ、マジか。あ、でも、これ、動画でも出てますからね。この時に、まあ、本当に人気作家に欠かせまくってますからね、これ。これ、ひどいですよ、奥野さん。ねえ。ねえ。すごい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はいはいはい。でも、ワン君がね、まだその、まあ、顔出ししてた頃のワン君が、まあ、参加してくれたりなんかして、いやー俺と恵まれてんだよね。だからそのさ、なんつうの、48歳崖っぷち漫画家が始めたわけのわかんないおっさんと2人でね始めたチャンネルなんだけど、その協力してくれる人たちがすごすぎる。時の人ばかりが現れるし、両親も参加してくれるしっていうのがあって、まあそれで、早速ですね、この年の9月に交流会やってんすよね。ああやってた。この番がないので、まあそのみんな、うん、もう迂回をね、迂回がもう早くも始まりますね。はい。真ん中に忠内さんなんだ。これね、やっと忠内さんを囲む会になって、忠内さんとうちのあのスタッフの忠内さんっていうのを酔ってらっしゃいます。いい感じに酔っ払ってますね。お酒が入って。ね。そう。はいはいはい。懐かしい。これも懐かしいよね、はい、これだからさ、何がさ切ないってさ、あいついないよな、もういないよなとかいうさ、もうあいつどうしてんだろうなみたいなのもあるわけだから、ね、さあ、まあ、だからまあこの時本当にね、序盤支えてくれた皆さんありがとうございますっていう感じですよ、うん、本当に、はい、そんなこんなでやってるうちに、俺がやってるアムの連載が本になるとか言って、はい、これが出ますね、うん、出ました、はい、だからこれ出ましたキャンペーンもやりますが、うん、売れないっていうねこれも売れないっていう、地獄の日々がまだ続くんです。だから出版全然ダメっていうね。まあ本当に。だけど、なんていうの、放送の方は徐々にこう話題になっていくっていうところで、ハルハラロビンソン登場っていう、ね。そうだね。これ1周年記念の流れでヒーロー特集で、はい。ロビン登場だったかな。はい。これね、これよく見るとね、清水さんがだいぶやからっぽいんでね。これちょっとね、だいぶ面白い。清水ちゃん、でもマジで今と全然変わんないね。怖っ。そうですね。はい。そしてですね、話題になった富士山から帰ってきたばかりの男、ドン。はい。いやー、もうダメですね、これ。やだやだ。これがさ、もうさ、北関東が大雨で大変な洪水になってる時にさ、せいせいせいじゃねえよってせいじゃねえだろって剛がいたから俺がありますから、もうこれもね、一個俺も思い出深いんだよね。これだから終わった後にさ歌ってたよね、もう放送後にさ歌ってましたからね。歌ってましたね。歌ってましたね。長渕の初期の曲とか歌ってましたね。もうだからそんな感じですよ。もう皆さん見てください、これがヤンさんですよ。懐かしいね。懐かしいですね。なんかこうこじんまりとやってんだけど、このね、あのバンダナはね、あの放送前にしみちゃんと、うん、あの上野のなんか駅ビルかなんかのな、なんかスカーフ屋みたいなのがあって、これでいいじゃんってなって、2,000円か3,000円ぐらいで、あのやって、でグッてやったら、うん、キャプテンオブザシップぐらいの、長渕意識ですよ。そうね。うん、そして。東村明子先生がそうですね、この年ですね、まあ、この頃からやってくるんですけど、これを見てほしい。でんなんか嬉しそうなおじさんが面白い髪型して、何ちゅう髪型してんのよあなた。これはちょっと飛んでる時ですね。これがですね、なんと東村明子さんの漫画の中に清水さんが登場した、はい、そうですね、美容師役でそうですね、タラレバ娘出ました、4巻ですね。はいはい、はい、いい人として出てます。すごくいい人として出てます。安心してください。タラレバの4巻なんで、そうです、ね、そう持ってる方チェックして、よかったら見てください。そう、奥野さんも出ますからね、うん、はいはい、そして出てますよ、奥野さん何回も出てますよ、うん、あなたは何回も出てます、模型作ってあっこんち行ってますからね、うん、それはまあそんなこんなで出てますけど、うん、この年なんといってもダロメオン先生が仮面ライダーになってます、はい、あ爽やか、かわいい、爽やかだね、なんか何これ、この年
年からもう仮面ライダーになってますね。なってますね。この時もあのサンドロビッチ先生ともお会いすることになりまして、はい、盛り上がったパーティーだったんですけど、ちなみにその時呼ばれていたゲストの奥野さんの格好がこちら。で、何やってんだよ。人の結婚式で どこの国代表なんだよ。これ多分県南のあのハサドのコスプレして行ったんだって。はいはいはい、うん、はいはい。それを言っちゃうとだから、そうなんです。呼んでへんから。そうね。そうなんですよね。わかるよ。はいはい。そんな感じでですね、ダロメオ先生もまあ一つの節目があったみたいな年にですね、はい、この年に、はい、ベイビーあんたなんか。誕生しております。はいはい。で、俺これ漫画描いてますからね。漫画描きながら両辺見てますよ。そんな感じでしたよ、この頃って。だからめっちゃアナログ原稿描いてますね。はい。そしてですね、こんな写真もありました。これ、懐かしの東上野の、打ち合わせ場所だった。プロントだ！プロント。プロント東上野店。あそこのパスタ。はい、もう死ぬほど食ったね。死ぬほど食ったね。でね、この時ね、もうね、祝第20回ね、本当にアニバーサル大好き。そうなのよ。いちいち祝ってたから。いやいや、お前が田原町なんだよ。何があっても記念日なんだよ。だからもうさ、他のチャンネルなんて10周年何にも祝ってないよ。幕外野とか、岡田さんも。だから、そうなんだ、みたいな感じ。うん、そう、おかしいでしょ。お前は本当に大好きだから。いつ死ぬか分かんないんだよ。お祝いしたいんだよな。祝った構図やな。パーティーしたい感じ。そう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 。で、この時はね、スタジオからね、あの、駅まで遠くてね、うん、で、だいたい15分ぐらいかな、歩いて行かなきゃ。で、近くにあんまり駅がないから、だからもうとにかく歩かなきゃいけない。で、その駅の近くにプロントがある。とりあえず一回。中間してぐらいね。そうね。一回プロントに集合して、打ち合わせして、そこからダラダラと、あの、スタジオまで歩いていくっていうのが、毎回のルーティン。で、終わってからな、今日の放送どうだったみたいな話しながら、また15分歩いて駅まで行くっていうのが、あの時間が良かったのよ。チルアウトの時間。あれがね、あの途中でなくなるのよね。なくなるんだよ。それで、その、うん、それぞれ、その、なんかこう、何かがこう、静まらないまま家路に着くという。まあまあ、そう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 。だからまあ、これだから本当に序盤の思い出だよね。プロントはね。プロント。今度行きましょうか。行こうか。プロント、まだあれ。プロント。そういうなんか、ね、どうでしょう。どうでしょう。的な感じで。はいはい。パスタご馳走してやりますよ。プロントの。はいはいはい。当時の清水さんですね。はい。これだからあれです。あの、評判が良かった時の、その、スクショをしている時ですね。だからこれ。そうで、この時最高得点が98ぐらいに叩き出して、で、これ合わせて100じゃんみたいなことで、はい、とりあえず俺たちは 100% の人間を良かったって言わせたなっていう記録の回ですね、はい、うん、その時にですね、もう思わずこのまま帰るわけにいかないだろうっつって清水さんと乾杯してます。これ奥田さん見ますか。これは懐かしい。これ懐かしい。俺この写真ね、すごい好きなんだよ。なんだろうね、この小さなことで浮かれてる感じがもう。二人目が合ってないの怖いんだよ。何この変な絵みたい。これカメラで撮ってるって思ったからね。そうそうそう。国を、まあ、駅前のバルですね。で、奥野さん。駅前のバル。それだけじゃないんですよ。何でしょう。でもあなたのね、アニバーサリー好き。はい、この時からもう始まってます。何？一周年でもうケーキ。可愛い。そりゃそうでしょ。可愛い。早いだろ。一周年ってすごいことなんですよ。1周年ですからね。いや、何言ってんだよ。いや、だって、それは1周年で1回しかないから、1周年なんだから。この年に、あなたはボリビア行きますよね。ボリビアじゃなかったですか。だから南米に行くのはこの年じゃないですか。あ、違う違う、2010年。やつ始まる前ですよ、俺が。あ、じゃあ、これちょっと紛れてたんですけど、これいつの写真ですか、これ。これは2014年の、あ、だから同じ、あ、そうか。だから、まあ、あっち始まる直前の奥野さんですね。サモハンキンポーじゃん。完全なる。あの、チリの、あの、アンデス山脈の、あの、めちゃめちゃ上にある、4500メートルぐらいのとこにある、あの、はい。ピシャーって完結線が抜き出るところ。絵力がね、面白いんですよ、奥野さんのね。何？面白いですよ。今日こんな感じで皆さん期待してください。面白い写真いっぱいできますからね。そしてですね、東村明子初登場の時に、クラゲを引き連れて登場という機会がありましたね。
はい、ここからだからまたこれアッコのおかげでね、ガクンとガツンとこう、そうですね、盛り上がっていくわけ、この辺からあのヤンさんにいつ入ったかがだんだんあのレイヤーができてきて、あ、そう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 、岡田さん経由での岡田派、岡田派、三島良平からの島派、そう、東村明子からの東村派ができて、そう、でこれそれぞれ畑が違う人たちが、そうそうそうなぜか同じこのヤンさんで、そうそうそう、だからヤンさんのだからまあボーダレスな感じっていうのは、そうですね、そういうところからもう始まってて、で一番少ないのが山田派という、そうです売れないから漫画がさ、はい、そうだ、もう俺この裏で必死に漫画の企画作ってネーム書きまくって地獄の日々なんだよ。だけどまあヤンさんではパーティーの日々だよ ね、 そうですね、パーティー三昧でしたよ。そんなパーティー三昧の日々に奥野さん、はい、こんな写真を見つけてしまいました。なんでしょう、この年のです。誰こいつ、あらららららら、あれいる、これいつの何のパーティーなんだこれ、もう多分なんか打ち上げですねこれね、ダブルピースじゃん、ダブルピースでふざけたとこは、このあたりですね、めっちゃ緑色の何か食べてる、緑が多い、あ、本当だ、めちゃくちゃ緑食べてますね。でね、これ多分ね、これクリスマスの観覧の時かもしれないですけど、このね、この写真見てください、最前列で座ってる人いますすげえ、そうですねこれ、あらあら、あーそうか、はい、この後ろ姿俺じゃん、そう、そうそうそう、で話してますね、うん、だからこの最初のスタジオの時、東上野のスタジオの時の観覧はこんな感じでしたね、だからまあ放送してる時はこんな風にこんな感じで僕からは見えてたわけです、うん、で結構そうじゃなかったね、結構お母さんもそう、うん、だからまあ結構お客さん入れてね、うん、わーわーやってる回もありましたね、うん、懐かしいっすね、はい、そして懐かしいといえば、懐かしいといえばこの年はすごいっすよ、何がこちら誰頭のおかしい人が2号機でやってきます、いやー懐かしい、ね、うん、でこの時は2号機って何って俺思ってましたから、うん、その頃ですね、うん、それはすごいよな、でね、しかもね、絵力からね、絵力からこの絵力からもだいぶすごいんですけど、この絵力からもっとおかしいだいぶ ね、 これね、俺これだから放送前にこの状態見て一体何が起こってるんだろうなと思って見て、エヴァメオン、そうなんですよ、エヴァメオンが、そう、ダロメオンがエヴァンゲリオンになっておりますね、ダロメオン先生ね、はい、でその時の直前これ映しちゃダメだよ、さあさあこれからさあこれからスタッフの着替え全部用意してさあこれから2号機になるぞっていう時のダロメオン先生ですねパジャマみたいにしてる、かわいい、パジャマや、なかなかかわいいですねこの時はどうだったんですか、このエヴァで登場した時、ね、これ覚えてないな、その何の回で、そもそもこれエヴァ、これは年末、エヴァに関係なく、関係なくエヴァできた、あーでもよかったエヴァ解説始まる前だから関係なくエヴァできた、関係なくただ自分2号機で来ましたあーそうだね、こういうの作ってた ねそう、うん、これはもうないからね、うん、あもう今ないの、ないの、そう、あの引っ越しの時に、うん、これ全部ごしゃごしゃしてるから、あらまとめてあったやつが親がゴミだと勘違いしてゴミに出されちゃう、あらららら、日本でも日本中で問題になってる、あ、世界中で、そう、世界中で問題になってる、おかんが大事なのを捨てたっていう問題ですね、あ幻の、うん、今でも初号機の途中のやつがずっと家にあって、うん、いつあれ完成させるんだろうって感じ、あ、それはじゃあまだこれからっていう、じゃあ今年の年末は、うん、いや間に合わないいつ初号機で現れるか楽しみにしててくださいね、はい、そんな感じで、そしてですね、これは放送前かな、これ何の時かな、日本画ですねこれね、もしかしたら体感の時かな、違うか、これリンパだと思う、あ、リンパか、うん、まあ、こんなこともやってました、うん、あ、そしてですね、この後だ、この後もね、見てください、大自己回ですねこれこれは伝説の自己回です特に、うん、特に後半ひどかった、だから、うん、オタクがやっちゃいけないこと全部やった回です、うん、はい、あの全部のライダーについて俺たちが喋りたいって言って全員ライダーマニアで止める人いなかった、だから止まんなかったすごかったね、でもね、この3人はあの時めちゃめちゃ楽しかったから、そうそれはね、見てって伝わった、めちゃくちゃ楽しそうで、これがやりたかったんだって言って、そしてですね、お前は誰なんだっていう男がいますけど、こちらの方ですね、
はい、これはみんな大好きなニンニンですけど、ニンニンは僕のアシスタントですね、うん、はい、それじゃあケンちゃん、はい、まず最初にこの、僕の、アシスタント、アリエネの頃にアシスタントずっとやってくれたこのニンニン、音大生だったんですけどね、ニンニンからメッセージ来てるんで、はい、ニンニンからのメッセージ面白いのでちょっと無料部分で、どうも、お久しぶりです。ニンニンです。貫禄や。山田玲二のヤングサンデー、10周年、おめでとうございます。私が山田先生の漫画と出会って、信じれば夢は叶う。この言葉をいつも思いながら、あ、信じて努力すれば夢は叶うんだなと思い、変な宗教の信仰。そして今どうにかクラシック音楽の世界で活動することができているなと思います。これからも、みんなに元気や、希望を与えるようなコンテンツを続けていってください。これからも応援しております。それでは皆さん、またね。変身しねえの。これなんだろう、この持ってたやつ。あれは仮面ライダー響きの音叉ってやつで、あれで、あの物にポンってカンって言ってコピーってやると鬼に変身するんだけど、カンをやってないですね。ただ持ってただけじゃん。だからあれはだから分かってるよねっていう人間からの、いやすごいハイコンテクストな、ちゃんとちゃんとだから伝わってる、伝わってる、先輩拾ってくれるっていうのは分かっ、せめて最後細川茂樹のシュッとかやんのかなと思ったらそれもやんなかったから。これがもう面白かったね。すごい、じゃあ奥野さん、はい、じゃあコンテンツ、我々どんなコンテンツを2015年やってたのかちょっとじゃあお願いします。ちょその前に、はい、あのさっき出す忘れた、うん、ダロ君初登場の回の、はい、ちょっと冒頭を、VTR にしてますので、はい、現状大丈夫、お願いします。じゃあ無料部分で、はい、これ初回放送です。はい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 、おいトラさんが2014年のアマチュアクオリティで、マジで、じゃあ生主でおなじみのダロメオンさんです。はい、皆さんはじめまして。はじめまして、イエーイ。誰って言われてる、変なの来た、変なの来た。ダロメオン先生です。はい、はい、ダロメオンです。はいはいはい、この間、はいはい、LINE でしたっけ、 Twitter でしたっけ、エピソード7の予想するぞって言って、そう言ってたから、ちょっと考えてきたのに、ああ一向にその気配ないから、はいはいはい、勝手に自分のコーナーみたいになっちゃいますけど、はいはいはい、いいよ、だから俺はね、じゃあみんなちょっと待って、まず紹介しないとね、うん、ちょっと、この人すごい面白いんで、みんなにちゃんと伝、あ、ちゃんと声取ってるね、じゃあそのちゃんと伝えたいんで、佐野史郎、佐野史郎、山田玲二の、スタジオで、8年ぐらいアシスタントやってもらってた、ダロメオン君で、僕は昔からドラって呼んでるんですね。それで、はい、彼は、ゼブラーマンの時からね、やってるよね。それでココナッツピリオドから、はい、絶役から、あ、まあすごいいろいろ、アリエネの第1回目までやってるみたいな ね、はい、それでアリエネの第1回目で、石膏デッサンが出てくるんですけど、彼が書いてます。そうです。それから、ゼブラマンの、第1話で、ゼブラマンが最初に登場する回のゼブラマンを書いたのは彼です。19歳の時の彼が書いてます。レイザーが書いてないんだ。アシスタントに行って、初日で、初めて漫画家のアシスタントの現場だって言って、あ、こういう絵描いてますって言って、そうなんだ、じゃあこれ描いてって、いきなりそのゼブラーマンっていうタイトルの漫画のゼブラーマンをいきなり言って。グッジョブ。いやー懐かしいね。若いな。10年前、まあ99年と、うん、若いですね、佐野史郎時代。そう。いやーね、あれはあのそうニコニコ動画のあドワンゴの公式放送に出た時に、はい、何か爪痕残さなきゃと思って、うんうんうん、なんかよくわかんないことを口ばなんか。言って出てきたっていうのを一回やってから、うん、自分の個人放送であれまたどっかでやってって、うんうん、言われてた、言われ続けてるから、うん、まあでもミヤンさんなら許されるだろうと思って、そう、うん、あれちゃんとあれですよ、ニコニコ大百科あるんですよ、記事あれについて。そうなの。全く分かってないからね俺たちね。いやそう、どうしようみたいになって、うん、もちろん伊沢さんの当事も後でありますんで、これね、すいません、全く喋ってない。伊沢さんね、ただの置物のように森高の、すいません森高やストレスが今溜まってます。どうですか伊沢さん、これヤンさんの初期のやつ見て。
いや楽しそう。めちゃくちゃ楽しそう。楽しいですね。楽しかったですよ。皆さん見た目変わってないんだけど、うん、やっぱその空気が若い。若い。動きが若い。動きが落ち着きがない。見た目全然変わってないんだけどみんな。いや本当にそうね。面白いです。いや本当にね、うん、ちょっともうなんか、うん、大丈夫なのかなと思って、じゃあもう2015年だけやらせてください。2015年こういう感じですね、混乱の2015、出来事編ですね。オレンジレンジと0年代でしみちゃんフリップ芸がスタートします。あ、はいはい、ここからフリップ芸がスタート。でもここでサンボマスターに失礼なこと言い倒してね、はい、全然大丈夫ですよ。いやちょっと待って今でもサンボマスターに失礼だろ好き嫌いって言ってるだけだから、はいはい、好きな人は好き、はい、それでいいです、はいはいはい、で、ブレイク前夜というのが流行りますね。あ、ここでもうこれから長かったから、うんうん、でチューニーナイトがスタートして、これは初回は俺の長渕会からということ、うん、まあその特集ではなく、うん、まあなんか適当にやろうみたいな、うん、ワンカメでみたいな感じのが、うん、まあチューニーナイトで、これもずっと続いてますね。で1周年で初遠征で、うん、アッコ先生と熱海から生放送という、うん、アッコ先生をなんかやたら連れ回す時期です千葉の古民家とか出てきますけどあれこの年か、はい、熱海いきなり連れてってんだ。なぜか熱海に行こうみたいな、なんで熱海か分かんなかったけど、うん、楽しかったけどね。楽しかったね、温泉でっていうことで、夜中までずっと喋ってたよ、ね。で、まあ、さらにこうなりますね。麻酔コンテンツと覚醒コンテンツ。ああ、これは先生の回で、俺が言ったやつをアッコが認めてくれて、うん、みんなにこう浸透したよね。浸透して、今でも使いますよね。うんうんうん、で4月にしみちゃんコーナーが明日から使えてくるの0時5、6分になりますが始まります。レイジさんのこの、だから結構名言がその、そうね、いろいろあったから、そのまとめようとかね。そうそうそう、うん、覚えてる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 、振り返りましょうっていうね、はいはいはい、この辺からしみちゃんコーナーが始まりますということで、うん、で、番組前後半の切り替え後に開始で、あったあった、ね、まあ、ちょっと我々2人はちょっとしみちゃんコーナーがあってからの、うん、後半スタートになったね、はい、で11月三島由紀夫会からクゼが参戦、はいはい、あ、俺がどうせ三島の話は暴走するから、うん、ちょっとストッパーとしてクゼを、うん、あの俺が出会った人生の中で一番面白い男を持ってきたんだよ。じゃあ面白かった。本当に面白くて、うん、俺よりもレイさんと相性が良かった。でね、浅田真央で登場するから、ね。浅田真央さんです。そう。そうそうそう。浅田真央失礼って。本当に浅田真央に失礼なやつから。そうそうそう本当にもう各界に失礼な。で、俺のスピンオフでスポーツ実況をまあ今もやってますけど、これがこの。あたりからも始まって、日本人、お前の私物化が始まるぜ。あ、そう、沢村くんとかと、日本人でやったり、2年目でもう私物化してる。太郎ちゃんとか呼んでね。で、12月になんと C バージンを始めるぞと、はい、ま、ようやく1年経って落ち着いてきて、レイさんが漫画、漫画を書き方を教えるよっていう。語るよって言う。これ、ね、うん、覚えてる、タイトル決めるときにいろいろ案出してね、うんうん。で、B バージンからのコミックバージンがいいんじゃないかっていう。で、C バージン。うん、そうなんです。うん、でね、年末オフ会から初の公開生放送という、うん、これは最初の公開生放送です。スタジオにお客さん呼んで、観覧者呼んでやった、はい、さっきのクゼのやつはそこだと思う、はい、なるほど、うんうん、あの時か、うんうん、はいはい、振り返りかなんかやったのかな、かな、わかんないけど、うん、なんか名言スペシャルかな、まあ、あー、そうだそうだ、うん、多分それで、さっきも出ましたけど、このダロ君ね、うん、はい、うん、これがありました。で、ゲストどの人がいたのか、まあ、さっきもあるけど、東村明子さん、ニンニン、大内ライダー、カッキーがもうここで出てきます、ね、うん、で、ロビン、ワン君、キラ先生、うん、F1 回ですね。キラタカシね、はい、僕のアシスタントです。で、この混乱の15年はまあもうわちゃわちゃしてたなっていうのと、で、まあその中でも神回はいくつかあって、やっぱこれですね。今でも言われるオレンジレンジと0年代。もちろん中級編ここでやってます、ね。ああ、これはなかなかだね。はい、うん、で、じゃ今思うところ、オレンジレンジと0年代ってめちゃめちゃエッジ効いてるんですよ。エッジ効いてるね。だって現役ミュージシャンの島良平呼んで、うん、好き放題語るという。それで、あんた失礼なこと語るという。まず、主に俺がね。うん、失うものないから。よかった。リップスライムのこと悪く言わなくてな。リップは好きだから。リップお前好きだからな。好きだけど、好きだとは言いたくない。っていうジレンマをこの間、りょうじさんに。まあ、本人に言ったからね。はい、うん。で、これ、神回中の神回と呼ばれた初期の、ファイトクラブ。うん。ファイトクラブ。これはね、かなり熱かったですね。これでなんか結構みんな、まあ、大好きだからね、ファイトクラブ。うん、まあ、レイさんでも手応えもあったという、まあ、解説が分かってきた感じで、ピクサー特集ですね、うん、トイストーリーとか、うん、あの辺のもこの辺でやって、うん、でチューニーナイトだと、まあ、三島由紀夫が今も結構皆さんに見られてる、三島由紀夫をカジュアルに語ろう会は回ってんね、うん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 、
ていう、これは三島の命日で、に放送っていうことでやったんで、まあ、この辺もしねまだ見てない方いたらこれ全部面白いので、はい、チェックしていただければなと思います。いや面白いよ本当に。はい、以上ですか、ね、はい、やべえこれでもうだから1時間やっとやっと1年半、ね、ほらなほらなこうだろやばいこうなるって思ったやばいなほらだからもうやばいちょっとこれさこの後さこういうのとかあるからさこれもう沖縄年越し放送のこの弾幕見てくださいこれすごい、ね、これちょっとこんなそんなこんなおちょっと後半やりますんではいじゃあちょっと後半後ろ有機動作みたいなことということで山田のヤングサンデー10周年でございます皆さん改めましてありがとうございます、はい、来週も再来週も、どんどん続いていくんですけどもここでお知らせをさせてくださいまず、ヤンさん10周年丸ごとのアンケートを、取っておりましてこれ集計して今日発表しようと思ったら、もう膨大な量なので無理ということで、ちょっと来月に回しますつまり、アンケートの募集期間伸びました、一応10月の14日ぐらいまで、募集受付しておりますので抽選で何名かの方に番組から何かプレゼントさせていただきますので、今後のヤンさんの大きな、の参考のために、ぜひご協力いただければなと思いますよろしくお願いします、そしてそのヤンさん10周年のイベントが、来月12日土曜日ですね土曜日にあります、門前仲町の、2年前にやったところと同じなんですけども、ヤンさん主題歌決定戦、ファイナル、そして10周年感謝祭でいろいろオフ会的なことも含めてやりますので、ぜひ、遊びに来てくださいまだチケット残ってますんでねはい、そしてもう一個大きな お知らせですけど何度も言ってますけど放送日ヤンさんの放送日が来月の半ば、から変わります来月の22日から火曜日放送になります火曜日の夜7時から、放送ということで、土曜日からお引っ越しもともと水曜日だったんですけど水曜日から土曜日そして土曜日から火曜日に お引っ越しということでジョージさんからお祝い来たの YouTube のマジか、はい、ありがとうございましたマジかありがとうございますありがとうございますジョージさんありがとうございますこの後森川ジョージ初登場もやりますんで、はい、だいぶ後だけどそして、まああれなんですけども、ね、最初言ってました銀座水曜会というサロンからこの、まあ、ただのダベリの、から始まってますヤンさんなんですけどこれを、今改めて去年から復活させようかとこういうノリをもっとみんな話したい人いるんじゃないかということで、俺とレイジさんそして井川さんというカフェマメッコのオーナー3人でやってます主催で、銀座日曜会第4期を今募集しております、定員オーバーになると抽選になるんですけれども、ぜひぜひ皆さん都内抽選になっちゃったらごめんね、うん、でもなんだけど、まあ、まあ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 お願いします、はいはい、よかったら雑談サロンですね、はい、本当にヤンさんの前身の銀座水曜会みたいなことを皆さんと一緒にやりたいというところでございますよろしくお願いします以上でございます伊沢さん何かありますかあはい、東京 FM のオーディで、はいはい、山田レイジ先生と、はい、恋愛大皇帝プログラム山田レイジとバグラビッツという番組をやっております、はい、我々ももう3年やっております3年、はい、3年になりましたもう長いですよ長いです、うん、次回は金原ひとみ、うんあそうですですね、はい、の、作品を取り上げて、はいはい、中年女子のど君たちはどう生きるかみたいなねみたいな、はいまあ、結構面白いコンテンツだいぶやってますんでねはい、はい、聞いてください、はいはい、あと10月はちょっと映画の上映もあるのでツイッターとか見てください、ね、はい今日も前半全くすいません申し訳ない、まあ、後半ね、はい伊沢さんが登場するまで、はい何時ぐらいかちょっと12時ぐらいどうなるやらこの流れだけどもヤンさん主題歌決定戦、C ブロック D ブロックやりますんではいダロさんのあこれあこれそうかあ今池袋のあのクレープ屋さんでちょっとあれこっちは違うこっちは違う一人あキャバロのクレープ屋さんでクレープ買うといいクレープを買うとこういうのも買えますよっていうあのコラボイベントやってるのでよかったらクレープ食べに行ってあげてくださいあとはおもろ黒木 VS 島本和彦みたいなあとは一応来月の10月から剣眼柱の2期のテレビ地上波放送を始まるのでもう見ましたよ、はい、あとはちょうど今漫画版も10周年でえぇ、
同い年だった。同い年。そう。ちょっとコラボしようよ。漫画ワンさん。ヤンさんと裏マンのカメラを呼びつけて、やりましょうか。やりましょう。やりますか。じゃあやるか。何をするか分からん。何をするか。失礼しました。はい、いいですね。そのまあいろいろやりましょう。はい。はい、そんな感じで喧嘩もお願いしますっていうことです。とりあえず無料部分の方は、11年目の来週からのヤンさんもよろしくお願いします。はい、来週なんと11年目のスタートは東村明子先生が来て大暴れしてもらうと思います。はい、じゃあ入ってない人はファミリーに入ってください。結構入ってましょう。アスタルベスタ、バイバイ。